ずんだもんなのだ。四国メタンです。白浜に来てるのだ。前回の続きで3回目の白浜ダイビングね。1位2回目の動画は概要欄から確認してほしいのだ。三大部目はどこに行くの？靴島で待ったり、生物観察なのだ。今回の船はちょっと長めね。千畳敷近くに来てるようなのだ。何回いた？ウミガメが一瞬顔を出したっぽいのだ。さすがにこの距離だとよくわからなかったけど、幸先が良いスタートね。というわけで目的地に到着。潜っていくのだ。島は？さあ、パッと見どこにもなかったのだ。靴島とは一体？調べたけど実際に島があるというわけではなさそうなのだ。このちょっと盛り上がった地形が多分島ということだと思うのだ。怒りが落ちてるわね。表面にはウニがいっぱいなのだ。というわけで集合待ちなのだ。初心者や復帰勢の人は2ダイブで終わったので、3回目は人が少なく全体のレベルも高めなのだ。体力や船酔いの問題があって2回でやめる人が多いわね。残圧は180で水深は10メートルぐらい。今回は素早く人が集まったのだ。あとはみんな思い思いの生き物を探してみていく感じなのだ。ウミシダが捕まれてるわ。こんな感じの白いエビがいたのだ。これエビ？コマチコシオリエビというエビの仲間なのだ。エビなのね。エビなのだ。他にもこんな感じの生き物がいたのだ。何これ？ムチカラマツという生き物の表面に生息するムチカラマツエビという生き物なのだ。あの紐みたいなものの上にこんなのがいたのね。正直今回の動画はかなりマニア向けなのだ。波で揺れて撮影が難しそう。写真は綺麗に残せたので満足なのだ。腰型のウミシダ？霜降りウミシダっぽいのだ。その右側にも何かいるわね。ちょっと撮影が難しいけど、黄色いウミウサギ貝の仲間のトラフケボリがいるのだ。ウミウシではなく貝なのね。どっちも似たようなものなのだ。知的には近いものね。というわけで他にも探していくのだ。霜降りウミシダがいっぱいいるわね。この赤いサンゴ、よく見ると何か挟まってるのだ。なんだろう？グイス貝っぽいのだ。そしてガイドさんに呼ばれたのだ。何か照らしてるわね。大きめのウミウシがいるのだ。乙姫ウミウシなのだ。これは特徴的で分かりやすいわね。正面に回り込めたのだ。波で揺れてる。ちょっと場所を移動するっぽいのだ。若干波が強そうね。過去に行ったポイントに比べればまだまだマシな方なのだ。羽海ヒドラなのだ。それで喜ぶの少数派よ。ちゃんと撮影すると綺麗な生き物なのだ。羽海ヒドラ不況委員会。結構どこにでもいるから気にしてみてほしいのだ。動画だとちょっと難しいわね。波の揺れでピンボケするのだ。岩の壁で生き物探しなのだ。何かいるかしら？ガイドさんが何か見つけたようなのだ。この上に何かいるのね。オオトゲトサカの上に小玉ウサギという赤い貝がいたのだ。ようやく映ったわね。小さくて動画は難しそうなのだ。こんな感じの赤い貝が見れたのだ。なんか今回のダイビングは
マニアックな生き物が多いわね。そういう回だから仕方ないのだ。岩の壁に何かついてるわ。これは閉じたイボヤギっぽいのだ。夜行性なので昼は開かないのだ。洞窟に行けば昼でも開いてるのが見れるのだ。開くとこんな感じなのね。私もフリウミシダがいるのだ。なぜかわからないけどこのポイントにいっぱいいるわね。白いふさふさの海から松や生き物がいそうなサンゴがいっぱい生えてるのだ。でも特に何もいなそうね。小さい生き物は目が慣れてないと見つけづらいのだ。脳が形を認識できなくてガイドさんに教えてもらっても見つけれないこともあるものね。どんぐりがやが波に揺られてるのだ。緑色の羽みたいな生き物ね。それ以外は見つけれないのだ。何か漂ってきたのだ。エビ？エビの抜け殻っぽいのだ。ちゃんと取ろうとしたけど流されたのだ。ガイドさんも生き物を探してるわね。僕も同じような感じで生き物を探していくのだ。残圧は130ぐらい、水深は8メートル。岩の上の方にはいろんな種類の魚がいっぱいいるのだ。動画的に一番紹介が困るやつ。ソラスズメダイが多めなのだ。全体が青くて尻尾とお腹が黄色い魚ね。魚の群れタイムかしら。赤いのが金魚花ダイ、黒いのが普通のスズメダイなのだ。ソラスズメダイも合わせると3種の群れが混ざってたわね。ちょっとレアな光景だったのだ。それにしても種類と数が多いわね。これはベニアミメジュズスベリヒトで、のなぜか足が4本しかない個体だと思うのだ。いつか完全体を見てみたいわね。スズメダイの群れを追いかけているのだ。金魚花ダイも合流。岩の隙間で何かを発見。これはタコ？マダコっぽいのだ。こんな感じで色が変わるのね。というわけでもう少し生き物を探していくのだ。今何描いたわね。カサゴなのだ。自然界のトゲトラップ。逃げられたのだ。水深が深めの岩の隙間を見るとちょっと変わった形の魚がいたのだ。なんかお腹が長いわね。南ハタンポっぽいのだ。夜行性の魚で昼間は岩の陰にいるようなのだ。起こしちゃったかしら。あんまり長くいるのも悪いので次に進むのだ。いろんな種類の魚が群れてるわね。透明度がもっとあれば100点だったのだ。台風ガチャは仕方ない。岩の上は水深5メートルぐらいなので安全停止が終わってたのだ。エアもまだ余裕があるけど時間的にそろそろ帰るようなのだ。船に上がる順番待ちタイム。ダイブタイムは43分ぐらい。
というわけで浮上するのだ。はしごに頭をぶつけないようにね。潜ろうと思えばもう少し行けたわね。体力的な問題でやや早めに上がったようなのだ。無理は禁物。地形、船、生物と全体的に満足のいく三大部だったのだ。この3つを1日でやったのよね。明日は筋肉痛確定演出なのだ。充実の代償。というわけで帰るのだ。動画はここまでなのだ。というわけで以上になります。ご視聴ありがとうございました。なのだ。